はい、じゃあ市毛先生にとって人生が変わったその瞬間とは。はい、念願の幼稚園の先生になれて、はい、この友部幼稚園に就職できたことです。はい、もう瞬間だからね。そうすると、はい、その瞬間というと例えば、一番最初に働き出した時とかさ、あの就職内定もらった時とかっていうとどこら辺になりますか。働き出した時です。働き出した時って4月の一番最初。はい、やっぱり違いました。もう緊張感もありましたけど、はい、でもこう子供たちと関わっていく中で、うん、なんかだんだんこう、まあ、最初はあの泣いてしまったりとか、うん、そういう子たちもいたんですけど、うん、だんだん日にちがこう過ぎていくにつれて、うん、もうなんか子供たちの笑顔も増えていったりとか、うん、こうできなかったことが、うん、もうだんだんできるようになっていく姿が見ることができて、うん、すごい、あ、入ってよかったなと思いました。幼稚園の先生になろうというのは決めてた。そうですね、決めてたのと、あとでも自分の中で違う職業に就こうかなっていう気持ちもどっかであったので、はい、違う職業ってちなみに何？美容師とか。あ、なるほどね。はい、考えてました。じゃあ最終的に美容師じゃなくてこの幼稚園の先生になろうって決めたのはいつ？あれですね、短大に入って、うん、こう実習していく中で、うん、ですね、子供たちとこう関わっていって、うん、やっぱり子供好きだなって思ったのが、うん、そうですね。なるほど。じゃあ幼児科じゃない、入ったの短大って、はい、幼児科に入りながらどこかで、あ、美容師さんもいいなっていうのどこかにあったんだ。そうなんですね、うん、迷いがあったんだけど徐々に子供の姿を見るうちに、うん、そっちの方がもう消えてますね。はい、はい、うん、消えてないと困るよね。はい、なるほどね。はい、じゃあ友部幼稚園入ってその初日のことって覚えてます？初日のことまだ覚えてるよね。もうなんか緊張しすぎて、うん、っていうのがあり、うん、でも、あ、緊張が一番ありました。市毛先生は学生の時実習来てたじゃない、はい、で実習で友部幼稚園来てる時があって、それからその後内定が出た後の実習っていうのがあったじゃない、職場に慣れるために、はい、それからあと職場にもね正職員と入ってって、このやっぱりこの3段階って意識が違います。そうですね、実習の時は、うん、子供たちと接する、うん、だけというか、うんうん、そういうわけがないんですけど、うん、子供たちと関わることが多かったんですけど、うん、その後正職員になってみて、はい、先生の仕事っていうのをこう、うん、改めてこう、あ、大変さもあり、うん、でも楽しくもあり、うん、いろんなことを感じることができました、うん、今ね、就職活動中の学生さんもいると思うので、みんな言うんだよね、全然違うってね、そこの段階がね、入った時にね、で、学生の実習の時と今とどっちが楽しいですか？今です。はい。今です。そうだよね、大変なこと、大変なのは今の方が、大変なことも今の方が大変なんだろうけど、そこに喜びを見つけられるかどうかってことだよね。はい。はい、もう市毛先生の姿を見てるとね、もう大変そうなんだけど、こう、うん、笑顔を忘れずにやってるんで、すごくいいと思います。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。